皆さん、こんにちは。ということでですね、今日も負けしまったというところで、まあ、13連敗と、えー、なりましたね。で、まあ、今日驚きなのはね、えー、朝、えー、起きたら、マドンちゃんが解任されるというね、ニュースが、まあ、出てきてね、皆さんもね、びっくりしたとは思いますね。うん。で、まあ、ね、そういう、こう、なんだろう、解任しろっていうコメントもね、 えー、たくさんあったけども、まあその中で本当に解任してほしかった人、まあこう負けてるフラストレーションで書き込む人、本当に思ってた人、いろいろいると思うんですけど、書いたけど実際はそ,んそこまで思ってなかった人たちも結構いるんじゃないかなっていうね、あのー、今日のコメントを見て思いましたけども、まあびっくりですね。うん 昨日いい感じになってきたかなと思ったところで、まあ、解任というところですよね。でまあ結局アメリカのねこうねベテラン選手を DFA にするときなんかもそうですし、まあ、今回もそうですけども、まあ、真実的なことはあまりね、えー、言わないし悪いことはあまり、えー、言わないでこう去っていくというか、まあ、そういう感じになるので。 まあ、なかなか本当にどういうことが起きてこうなったかっていうのは分かってないっていうか分からないと思うんですよねでまあいろいろこう見ていく中で、えー、まあその、ね、GM とマドンちゃんの間でのね関係はまあ良好だったような、うん、感じで言ってますが多分そんなことはないと思いますねでまあ一つちょっとなんか匂わせてるっていうのはそのデータのまあ何て言うんだろうな 使うデータを使うことにこう両者での何て言うんだろう意見の食い違いっていうかね、うん、っていうのがあって、まあ、マドンちゃん的にはそんなにこうデータに偏ったところで多分やりたくなかったような感じなんでしょうね、うん、見てるといろいろなねそのインタビューとかこうされたのを見てるとねでまあその辺の意見の食い違いもあったのかなと思うし でまあ、だん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 こうマドンちゃんも言うことを聞かなくなってきたのかなと GM のね作戦にでまあわかんないけどねこれは僕がこう記事とかいろいろねツイッターとか見て感じたことなのでまあ、実際はどうなのかわかんないんだけどまあ言うこと GM が思う,こう野球をやっていく中でまあマドンちゃんの言うことをマドンちゃんが言うことを聞かなくなってきたからまあ えー、ちょうどいいタイミングで飛ばされたのかなっていう感じに、えー、僕はね、えー、受け取れたかなと思いましてまあこれはね真実かはわからないと、うん、ただそう思いましたねいろいろ見てね、うん、でまあ結局誰かしらねこう負け出てまあ、ここで解任するのか、えー、まだ続投させてどうなるのかっていうところでまあね 結局責任を押し付けるわけじゃないっていうことを言ってるけど、まあ結局責任を押し付けたよね。うん。すべての責任をね。なのでまあそういう結果になったのかなと思いますし、まあマドンちゃんは、えー、確か今年で契約が終わって、まあ球団オプションがあるような感じだったと思うので、まあね、多分今シーズン勝てなければこのままね、えー、今シーズンで終わりっていう感じだったのかなとは思いますけども、まあその中で GM もね、 こうどうにかしないとまあ自分も職を失うわけですから GM は4年契約かな、うん、だからまあ再来年ぐらいまであるのかなただ結局まあ成績が出ないとね途中でまあ解任っていうのもありますありえますからね全然 GM もなのでまあそういうところもあってまあそのなんだろう上下関係的に言えばね GM が上で監督よりはね、うん だから首にするんであれば、まあ先に監督になるわけですから。まあそういうところで責任を取らされたのかなっていう感じですね。で、まあ選手たちも結構言ってますけども、まあ申し訳ないというかね。うん。まあ結局やっぱやってるのは選手だっていうのはね、選手自身たちも言ってるし、まあなんか非常に申し訳ないという感じのね、えー、コメントが多数あったのかなと思います。で、びっくりなのが、そのね、 代行監督がまあネビンさんねサードコーチやってたでまあ彼が今シーズンそのまま、えー、行くらしいのでねこの後うんだからまあねホームになかなかこうね行かせられない、うん、サードコーチャーでやっててホームになかなか行かせられないこう決断力のねコーチを監督にしてよろしいなのかななんてちょっと思ったんですけどもまあ多分 ね、GM がやりたい野球をそのまま、こう、監督がやるっていう感じになると思うんですよね。だから、まあ、GM のイエスマン的なポジションになるのかなとは思うので、うん、多分、おそらくそうかなとは思います。なので、まあ、誰でもよかったって言ったらあれですけども、うん、とりあえずそういうことなのかなっていう、僕の中の受け止めですね。これは全く違う話かもしれないけど、ね、マドンちゃんの件についても。ただ、まあ、そういうふうに受け取ったかなと。 で、まあ、マドンちゃんに関してはね、いろいろこう言われてきましたけども、まあ、前半勝ってたのは確かだし、うん、だから、まあ、ここでね、連敗してきたけども、まだ、ね、借金も数個なわけですから、その段階でやっぱり解任されるっていうのはちょっとびっくりだったなっていうのとね。で、まあ、他のチームからしたらもっと下の順位のね、チームはいるわけで、まあ、そういうね、ビリーとかだったらわかるんだけどもね、そういうわけじゃないからね、 まあちょっとびっくりだしただ、まあ彼にはね感謝しなきゃいけないっていうのはねまあ一つあってまあ2020年もう忘れてしまったかもしれないけど大谷翔平がねもう二刀流は終わったんじゃないかと言われてシーズンが終わってでその翌年のね去年ですけどもまあ,ああいうふうに起用をしてですね MVP の活躍をまあも,ちもちろんね大谷さんが努力して自分で活躍したっていうのはもちろんあるんだけども まああいう起用法をね、こう何、探りながら確立していって、まあ1年フルで二刀流っていうものをやらせてくれた、まあ、もちろん結果が出たからやらしたんっていうのもあるんですけども、まあでも、他のチーム、他の監督だったら、まあどういうね、決断を、その2020年の成績から見てどういう決断をしていたかわからないし、まあだからマドンちゃんだからこそ、ああいうふうにね、えー、 本当の二刀流の、ね、大谷翔平っていうのがこう誕生して、まあ、全世界にこう見せつけられたっていう、ねえー、こともあるんじゃないかなと思うので、まあ、その点に関しては非常に感謝しなければいけないかなっていう、ねえー、こともありますので、まあ、そういう感じですよねマドンちゃんに関しては、うん、ただ、非常に今日、ね、朝びっくりしたなというところですね。 でまあ、前置きが非常に長くなってしまいましたけどもね、えー、翔平、今日は4打数1安打、えー、1得点ということで,で、まあ、トラウトもね復活っていうところだったんですけども、えー、昨日ねヒットが出て上がってくるなって思って復活したっていうところだったんですけど負傷交代ということでちょっとやばいよねというところですよねで、まあ、初回ね、えー、翔平がいい感じでツーベース打ってトラウトのツーランでね、えーまあ、先制していいねって感じだったんですけども まあ2回、ツ、えーまあ2ベース打たれて、まあ、ベラスケのミスシフトでいないところに飛んじゃったりなんかして、まあ、不運なまあ3点で、まあ、その裏、ねえー、連打して、まあ、ベラスケの最低限ゴロで、まあ、同点にしてっていうところで、まあ、これは良かったのかなと思いますけども、まあ、ウェードがちょっと、ね、飛び出しちゃってとっていうところですよね。 でまあ、3回ね、ねトラウトがその出てツーベースで出てえそこで走っているところでまあ負傷交代というところでまたハムやったかなと思ったら股関節っていうことなんでねま翔、あ、平も股関節の張りみたいなことありましたけども、まあ、トラウトについてはまあどういう状況なのか現状ね、ねまだ情報がないのであれですけどもまあ軽症であればねやっぱ数日で戻ってこれると思うんですけども、まあ、ちょっと。 ね、やばいようであればまた、えー、ま IL に入っちゃうとなるともうちょっと厳しくなってくるなと、エンゼルス的にはね、せっかくこうトラウト復活したなって思った矢先の出来事でね、ちょっとショックがでかいかなと、これは。で、まあ、その後スタッシーのツベースで、えー、勝ち越し、でまあ、5回にアデル、まあ、アデルが、ね、トラウトの代わりにこう出てましてね、えー、アデルのツベースでまあ5対3というところになりまして。 まあその後ね6回に1点で7回もシフトシシフフトトトヒットシフトのいないところでヒットでまあ、ポテンヒットなんか、ね、いろいろ出ちゃってまあ、1点で、まあ、同点にされるとでまあ、9回裏ねノーアウト2塁っていうのねまあウェードがこう出て作ったんですけども0点でまあ、10回にね延長でこうランナーがいますので1点取られてまああの1点はねまあ、もう しょうがない1点なんですよね、普通に考えたら。だから1点で収まったから良かったんですけども、えー、10回裏、まあ、またノーアウト2塁から始まるわけですけど、そこでも0点と。だから9回、10回とね、えー、ノーアウト2塁が1点も取れてないわけですよね、両方ともでね。だからまあ、こういうところでね、えー、まあなんだろうな、うん、チームバッティングというか、まあ、どっかしらね、えー、最悪セカンドゴロ打ってサード進めるとか、 なんかそういう、ね、策ができてないので、まあ、こういうことになっちゃったのと、まあ、結局、ね、トラウトもいなくなっちゃったっていうのもあるのでね、えー、翔平に回ってきましたけどね9回まあやっぱ、ね、トラウトいないと歩かせられるなと思ったんですけどやっぱ歩かせられちゃって、まあ出るのも、ね、いいところに投げられて、まあ、ギリギリストライクかなっていう感じのね ところでまああれはね振らなきゃいけないって言われてもやっぱり厳しいコースですからねうんっていうところでまあトラウトがいなくなっちゃったんでねまあ9回でやっぱ勝負をつけたかったなというところですかねでまあピッチャーに関しては、まあ、スアレスはそのねヒットっていうあれは、ね、結構出てるんですけどもまあねシフトのあれだったり まあヒットエラーみたいなのも、ね、含まれてヒットっていう風にされてると思うのでまあああいう感じで投げた割によく抑えてくれたんじゃないかなというふうには思いますしね、まあ、ピッチャー陣はねまあそれなりによくやったのかなともっと点取られてる場面というか可能性はね多々あったんですけどもまあ1点ずつとかに抑えてねまあそれなりに頑張ったのかなと思いますでまあアデルに関してはね えー、まあいい守備もあったしまあそこそこ頑張ったのかなと思いますねであとベラスケがちょっとね守備がまあ1個目のはまあなんとか取れたよねっていうかまあ普通に取れたよねってやつとまあ2個目の送球はねあの体勢がまあ難しい体勢取りに行ってるんであれなんですけどもまあ1個目のは、ね、取れたでしょっていうのでねまあやっぱりこう疲れなのか分かりませんけどもやっぱりあの レギュラーでねずっと試合に出てた選手じゃなくてまあ、今年こう出ずっぱりで出てるのでねまあなかなかそれなりの疲労が来,たの来てるのかなとも思いますけどもまあでも彼の守備がこうね、えー、あってこそ何て言うんだろうないい試合に収まってたっていう部分もあるのでまあなんとかね、えー、踏ん張ってもらいたいなと思いますねで明日の先発が出トマーズで明後日が翔平ということでまあね とりあえず、まあ、このところ、ねえー、昨日、今日と、まあ、いい感じの試合ということではあるとは思うので、まあね、いずれ勝つとは思いますけども、まあ、13まで来ちゃってるんでね、うん、なかなか厳しいのと、まあまりこう監督を解任したことによる選手のこう奮闘というかそういうのはエンゼルスの選手たちには逆効果になっちゃってるのかなっていうね、うん、もちろん勝たなければって思うんだけど まあ申し訳なかったなっていう方が強くなっちゃってるのかなっていうね、えー、思いもあるんですけどもね、まあ、どうか分かりませんけども、まあ、とりあえずどっかでね、えー、早いとこ、えー、負けを止めてでまあちょっとね、えー、アストロズとは空いちゃったし、まあ、テキサスも抜かれてるのかな今日ちょっと他の結果見てないんであれですけどもまああのワイドカードのね、えー、県内にこう食い込めるようなところはねとりあえずし 守っていかなきゃいけないと思うので、まあ、とりあえず連敗を止めるというところですかねで、まあ、昨日もです、ね、エンゼルスの層の薄さとか、ねまあ、いろいろなこうコメントがありましたけども、まあ、エンゼルス今年、まあ、188mm188、まあ、億ということにしてくださいあの日本円に直すともっと違うんですけどでその中でですねまず アプトンの21っていうのがね、21, 21億で。これはラグジュアリータックスに加算される計算のものだと21億で、まあ、本当に支払ってるのは28億なんですけども、まあ、21億。で、レンドンが今 IL にいて35億。で、これでまあ、えー、56ですか。で、トラウトがまあ35なので、えー、91か、全部でね。 だから、この3名で91なんですよね。だから、えー、使ってる、選手に使ってる年俸の半分を3人で占めてたわけですね。で、去年なんかこれにプーさんの30億があったので、まあ、さらに4人でっていうことになってるんですよね。で、その分が、まあ、一応ね、シンダーガードとかね今年使われてるような感じになるので、まあ、まだね、今年はましな戦いができてたのは、まあ、そこかなと思うんですけども、 だとしても、まずアプトンの21億分、えー、まあこれが、ねえー、ピッチャーとかに使えてるんであれば、ね、そこそこのまあピッチャー一人またプラスされてるわけですから、まあ、どれだけこうエンゼルスの、えー、配分というか年俸を払ってる配分がおかしいことかっていうのは、まあ、去年も、ねえー、最後の方というかみんなね IL に入っちゃった時に、ね、コスパ集団っていうふうに言いましたけども。 まあそういういことなんですよねだからまあこの辺の人たちが健康で活躍する前提のこう補強っていうかチーム編成になってるわけで、まあ、この辺がいなかったり不調に陥った場合はもう他は安い選手ばっかなわけですよ基本的にはねだからまあそういうことになるわけですね層の薄,薄さっていうのはねし、まあ、仕方ないことだと思いますねこれはもうバランス上ね編成の。 でまあ今年はそのアプトンの分が来年はなくなるのでまたそこはね使えるとは思うんですけどいろんなところにねだからトラウトとレンドンにまあ35ずつ使われちゃってるっていうのがまずねちょっと厳しいわけですねトラウトの35はまあしょうがないとして去年も言ったけどレンドンの35をまあ例えばねコールとかね、まあ、来なかったんでしょうけどコールもその年のね だけどその35をそういうエース級のピッチャーに使ってるんであればだいぶ変わってくるわけですね。連動ンが同行ううじゃなくてね、うん。だからやっぱりピッチャーに使ってるバランスと野手に使ってるバランスがまず悪くて。で、まあその野手にね、野手だけでも半分以上の、まあ半分ぐらいかの年俸になっちゃってるわけですね。3人でね。だからここが抜けるとまあだいぶね、薄くなるっていうのはまあしょうがないのかなっていうことですよね。 でまあ、今日、トラウトがあれでね、まあ、もし IL に入ってしまった場合は、まあ、その年俸の半分の人たちがいない状態で戦うっていうことでね、まあ、また、うん、どうなんでしょうコスパ集団みたくなっちゃうのかなと思いますけども、まあ、できれば、ね、その IL に入らないで済むレベルの負傷だったらいいなと思うんですけどちょっと入っちゃうとマジできついかなっていうふうにはねちょっと思って。 今日本当にね復活したわって思ったんだけどもねうんちょっとショックがでかいなとその点についてはね思いますねただ、まあ、えー、明日明後日とまだねレッドソックス戦で、まあ、レッドソックスに対していい戦いしてますのでねまあ、とりあえず勝ってもらいたいというところですねということで本日のエンゼルス情報でした、えー、続いてねヤンキースですけども今日も勝ちましたと、えー、10対4、えー、ツインズですね今日は。 で、ジャッジが22号。で、スタントン・リゾーにホームランというところで、まあ、タイが4失点ということで、まあ、ね、ちょっと取られたなっていう感じだったんですけど、その後はまあ、リリーフは無失点というところで、まあ、ね、途中1点差まで迫られたんですけどもね、まあ、その後後半に、えー、またバ,バババって取って、えー、結局10対4というところで、えー、40勝目か 確かかなんかそんなんだったと思うんですけどもね、うん、上げたというところなので、まあ、ヤンキースに関しては、まあ今のところ心配事はあまりないのかなと思うのでね、まあエンゼルスにね、えー、とりあえず勝ってもらうというところだけですかね。うん、ということで、まあ今日はねマドンちゃんが解任されたということで、まあ、非常にびっくりでしたけどもね、まあしょうがないからね、そうなっちゃったわけだし。うん だからまあ、どうにかね、連敗止まるように頑張ってもらいたいというところだけですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter、ーロー、コメントよろしくお願いします。では終わります。